首都圏、電鉄1号線は、ソウル首都圏の首都圏電鉄を構成する、運行形態の一つである。ラインカラーは紺色。大韓民国系軌道東津川市にある、商用山駅から軽減線、ソウル交通公社1号線、京府線、長江線を経由し、中西南道河山市にある、新島佐駅とを結ぶ運行形態と、旧郎駅より京一支線を経由し、 インチョン広域市にある、仁川駅とを結ぶ運行形態、永遠東方駅より、京府線、京府高速線を経由し、光明駅とを結ぶ運行形態、それに、持ち点駅より、持ち点基地線を経由し、西東灘駅とを結ぶ、運行形態から構成される。京源線の広域電鉄部分を京源電鉄線、京府線の広域電鉄部分を京府電鉄線、 長江線の広域電鉄部分を長江電鉄線と呼ぶことがある。角路線の詳細は、角路線項目を参照されたい。北端の商用山駅から南端の新島佐駅まで直通する列車はなく、いくつかの系統に分けて運行されている。角路線の詳細は、軽減線、ソウル交通公社1号線、京ひと市線、京府線,線、長江線、持ち天吉線を参照されたい。 日本の技術提供や鉄道車両導入によって、開業した韓国最初の地下鉄路線である。1974年8月15日に、ソウル市営地下鉄1号線開業と同時に、韓国鉄道庁警府線のソウル駅から、水原駅間での区間、京秘都市線の旧楼駅から、新川駅までの区間、軽減線の西梁里駅から、 上北駅までの区間がそれぞれ複線化及び電化されて開業、直通運転を開始した。走行方向は韓国鉄道公社に合わせてソウル交通公社も左側通行となっている。韓国鉄道公社とソウル交通公社では電化方式が異なるためソウル交通公社に乗り入れる列車は高直流電車が使われている。このため、 ソウル駅南営間と西梁座と会期間には、デッドセクションが設けられており、この区間を通過中の列車は、車内照明が一部消灯し、空調が停止する。開業時の車両は日本から輸入した線軽電車で、韓国国鉄は126両、ソウル地下鉄は60両を保有し、6両編成で、運転していた。運転間隔は昼間毎時3本といった、のどかなものであった。 運転系統は、京府線電車が西梁里駅から水原駅間での区間、京市都市線系統が城北駅から新川駅間での区間を運行し、地下鉄が保有する車両はどちらも西梁里駅、発着だった。その後、利用者が伸びたため列車本数が増加され、路線の拡充に伴って車両数は1000両を超え、重量編成に増強された。運転系統も、 犠牲府駅から、新川駅までの区間と、城北駅から、水原駅までの区間となり、地下鉄が保有する車両村ラッを中心に、星稜里駅から、城北駅まで乗り入れることもあった。韓国国鉄車両のみが6両編成で、星稜里駅まで直通運転を行っていたが、軽減線、経ひとし線、軽負線を経て、ソウル交通公社1号線に直通運転を、 開始すると、車両は2000系、電車重量編成となって、星稜里駅への直通運転は廃止される。もともと、京府電鉄線系統の列車は、星稜里駅北の線路容量の関係で、星稜里駅止まりになっていた。しかし、2005年12月16日に、達山駅から海域駅までの区間を、中央電鉄線に組み込んだことで、 線路容量に余裕ができたため、持ち点駅市従機の列車の大半が、上北駅まで乗り入れるようになった。2006年12月15日に軽減線の広域電鉄区間が延伸されたとともに、京府線の襟川区長駅から、KTX 京府高速線広明駅への通勤電車広明シャトルの乗り入れを新たに開始した。広域電鉄1号線では、 京府電鉄線と京秘都市線で複々線を使用した急行運転を行っている。詳細は急行列車を参照。上り列車のみ。ありがとうございます。